令和2年度スマート林業構築普及展開事業報告会が開催されるにあたり、一言ご挨拶申し上げます。皆様方には日頃から森林林業政策の推進にあたりご理解ご協力をいただき、心より御礼申し上げます。今回は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、これまでの一堂に会する形式に変えて初めてオンラインで開催することになりました。多くの皆様にご視聴いただき、心から御礼申し上げます。またご多様にもかかわらず、本報告会の基調講演や成果発表をお引き受けいただいた皆様方にも厚く御礼申し上げます。さて、林野庁では森林経営管理制度を活用しながら、本格的な利用期を迎えている人工林資源を切って使って植えるという形で循環利用すること等を通じ、林業の成長産業化と森林の適切な管理の両立を進めているところです。また先の総理発言の通り、2050年カーボンニュートラルの実現が今後の社会全体の重要課題となっている中で、それに向けて森林が果たす役割は非常に重要なものがあり、森林整備や木材利用の拡大などにこれまで以上の期待がかかってくるものと考えております。このような中、林野庁では令和元年12月に林業の生産性安全性を飛躍的に向上させるため、林業イノベーション現場実装推進プログラムを策定するとともに、これを推進する予算として林業イノベーション推進総合対策を創設し、新技術の開発から実装普及に至る取り組みを効果的に進め、林業現場への新技術の導入を加速することとしているところです。加えてデジタル庁の発足準備も含めまして、政府一体となった DX デジタルトランスフォーメーションの実現に向けた動きが本格化してまいりました。国内の人口減少が進む中で、林業木材産業の成長産業化を実現するためには、最新のデジタル技術を活用したデータ連携等により新しい価値を創造する林業 DX の実現に向けた取り組みも必要です。このようなデジタル化の潮流の中で、本事業は平成30年度より事業を開始し、現在12地域で ICT 等を活用した施業集約化の効率化や需給マッチングの円滑化などモデル実証に取り組んでいるところです。本日は基調講演としまして、本事業の技術委員会座長であります森林総合研究所主任研究員の鹿俣秀里様より、スマート林業の技術普及による日本林業の展望と題して、ご講演をいただきます。またスマート林業実践対策地域評議会の成果報告では、平成30年度より開始した5地域において、本年度末までに最終年の取り組みを終え、成功した点課題等さまざまな結果が出てきており、本日は短い時間ではございますが、各地域から実践の成果のご報告をお願いしております。本報告会においてご紹介いただく取り組みや成果が、ここにお集まりの皆様に共有され全国に広まることにより、我が国におけるスマート林業の推進と林業の成長産業化の実現に資するものとなりますことを期待しております。最後になりますが、本報告会が実りあるものとなりますこと、並びに皆様のますますのご活躍ご健勝を記念してご挨拶とさせていただきます。